開運ファンサロンカオリズムでは、会員の皆様が幸せな人生を過ごしていけるよう、開運につながる人生指南コンテンツや大殺界を正しく乗り越えるヒント、母和子との思い出話なども配信しております。また、私が実際に使用している愛用品の紹介や会員限定イベントも行っております。ぜひ右上のリンクまたは概要欄からチェックしてください。こんにちは、細木香織です。今日も YouTube チャンネル始めます。今日もジャイコさんがいらっしゃいます。ちょっと嫌そうに言うやめてもらって。全然嫌じゃないですよ。大丈夫です。大丈夫ですよ。今日はですね、不倫への持論ということでお話ししていきたいと思うんですけれども、まあ、最近よく聞きますね。昔はもう本当にこう、なんていうんですか、ちょっと隠してというか、ね、ちょっとね、あんまりこう大々的にね、あ、私不倫してるんですけどとかっていう人ってあんまりいなかったなと思うんですけど、最近はね、まあ、ネットニュースなんかでもよく出てきますし、割とこうママ友の中でも、あの人してるんだってとか、私こうなんだけどとかってね、割とこう不倫っていうワードが頻繁に出てくるっていうのを聞きますが、今日はそれについて、はい、ジャイコさんも聞いてみたいことがあるということで、はいはい、なんか私が不倫してるみたいになってますけど。いや、それは違いますよね。私は不倫はしてません、はいはい、してませんし、したことありませんと。 したこともありません、はいはい、ということで、というジャイコさんからの質問です、はい、何でしょうか。そもそも、はい、なぜ不倫を人はするんですか、うん、これいろんなパターンあると思いますね。不倫っていうのは、まあ、配偶者がいるのにもかかわらず、まあ、他の異性と肉体関係を持つというような定義というか、まあ、一般的にはそういうふうになってますけれども、一番多いのは、夫婦ではいられない。ただ家族としては、壊したくない。ということで、外に刺激を求めてしまうっていうパターンが、まあ、多いんじゃないかなと。あとは、まあ、経済力がすごくある人だったり、時間がこう自由に融通が利く人だったりっていうのはすごい多いかなと思いますね。いつも言ってるように、その結婚って始まりは男と女ですから、まあ、そこからスタートして夫婦になるわけですけれども、まあ、夫婦になるとどうしてもその男と女っていうことじゃなくて、まあ父母っていうウェイトが大きかったり、まあ妻夫っていうウェイトが大きくなってしまって、単純に本当にもう家族みたいになってしまう。そうすると当然のことながら、何かこう心が物足りなくなって、男と女っていう関係をどこかでまた持ちたい、そしてそれを持つことによって心を癒されたいみたいなことからなんかこう始まるっていうケースが多いんじゃないかなと思いますけど。刺激を外に求めるじゃないですか、うん、それを外に向けさせないために、うん、女性の立場からして、うん、旦那さんにどうすればいいんですか、うん、やっぱり長年いれば当然ね、刺激ってなくなってきますけど、年々にいろんな形の男女の関わり合いっていうものを作っていった方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますよね。子育てが始まって、じゃあ10年15年旦那と2人で出かけたこともありません、2人で食事して会話したこともありません、いつも会話するのは子供のことですって言ってる人たちが、じゃあいきなり子育てが、まあじゃあ15年20年終わりました、そこから夫婦だけの時間を作ってっていうのは難しいと思うんですよ。いくらやっぱ同じ一緒に生活してても余計にね。だから最初からちょっとずつそういう夫婦の時間をこう持つようにする。でどちらかというと、結婚して子供ができるとどうしても子供にウェイトをかけがちですけれども、子供なんかはいつか自分たちから巣立っていくし、まあ、巣立ってってくれないと困るし、なんで子供よりも妻だったり夫だったりっていうものを尊重する、そしてそういう人たちの時間を長く作って共有してコミュニケーションを深めるっていうことが大事だと思いますね。まあ、所詮他人ですから。他人ですからね、うん、やっぱ我が子は少なからずやっぱ血を分け合ったっていうふうになりますけど、夫婦っていうのはまあ所詮他人なので、まあ、よりその血を分けた子供よりもコミュニケーションが必要なんじゃないかなと思いますけどね。よくママ友も子供が修学旅行行っちゃうと、うん、今日旦那と2人なんだけどどうしようって確かに言いますね、うん、話すことないわって。いや、そうそうね。だからね、多分そういう習慣がない人って何しようとか、子供がいるからどっか一緒に食べに行こうとか、休みの日でもどっか遊びに行こうとか、旅行も子供を楽しませたいから、まあ、当然夫婦でついてってっていう風になる。だけど夫婦だけだったら、じゃあそれするかどうかっていう風に思う人もいるみたいですね。そうならないために、やはり日常的にそういう習慣をつけておくっていうことが大切ですし、まあ、今からでも遅くないので、まあ、老後のために徐々にそういう時間をちょっとずつ作っていくっていうふうに意識するだけでも変わると思いますね。
あとはもう男を暇にさせないことですあの暇でお金を持ってる、これ危ないですよ。だって自由なね、自由な時間があって自由なお金使えて暇って言ったらもう危ないよ。え、あの社長は多趣味ですしね。そうそうそう、その趣味ね、いつも野球やります、ゴルフやります、それなりにお金かかりますよ。でもそういうところにお金落として時間忙しくしててくれた方がいいのよ。遊ぶ暇ないんだから、もう自分も疲れちゃうし。それでもうそれやらせなかったらさ、もう例えばもう野球だってもうお金かかるしとか、ゴルフもお金かかるし、そんなことやってって言ってやってたらさ、もう多分違うところでお金使うことになる、きっとあの人は。そうそう、まあだからあんまりね、暇とかね、そういうのも良くないかなと思うんで、ご自身が興味あるようなこと、他にワクワクするようなことっていうのがあれば、まあそこに行きにくいという状況は作れるかもしれませんね。それはない人の方が多いんじゃないかなと思いますよ。私が一番最低と思ってるのはね、家庭は壊したくないけど自分の欲を外で満たしたいって言って、それが不倫になってしまってるって、これ一番最悪だなと思うんですよ。まだ残念ながら今の夫婦関係は保てない、で今後お互いの人生を良くするためにっていうことで、まあ致し方なくじゃないけど結果的に始まっちゃったものっていうんだったら分かるんだけど、やはりこっちもあっちも手に入れておきたいっていう、もうこれ一番最低なパターンだなと思いますよね。分かる、よくあるじゃないですか、もう別れるから、うん、もうすぐだからってこう、うん、つなぎ止めとく、うん、もう絶対別れないですよ、そういう人って。絶対別れないじゃん。うわ最悪。これは一番最悪なパターンだなと思いますよ。だから本当に別れる別れる詐欺で、変な話、男の方が家庭を持ってて、まあ女性がそうじゃなかったとして、じゃあ別れてくれるって言ってるんでって言って、もう5年も10年も待たされてる人いるじゃないですか。まあそれをひたすら待つ方も待つ方だけど、でもやっぱりそういう風にしてね、相手を傷つけているってこと、またそれによって自分の家族だったり子供だったりっていうものも不幸にしているって、もうこれは本当本当に貫通罪ですよね。最低ですよ。最低。だからよく踏ん詰まりで死ぬっていうよね。うちのばあばがよく言ってた言葉ですよ。やっぱり自分の家庭は家庭で生涯絶対壊したくないっていう人もやっぱいるからね。それを言い切ってる人はいる、まだ俺はこうだからって言って、そもそも最初から2号です3号ですと分かってね、うん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 、お互いにってなったら、まあそれはお好きにどうぞっていう話だけど、だけどそうじゃなくってさ、期待を持たせたままっていうのは最悪じゃない。それはもう絶対罰が当たると思いますよ。じゃあ本当に踏ん詰まりで死ぬんですね。そうです。ご愁傷さまです。必ず因果応報で、必ず報いを受けることになるでしょうね。いや、なれないでしょそういう人は絶対に。でやっぱりその怖いのは、やっぱそういう自分がこの前世で起こしてきたことを過去の子孫に引きずるっていうこともありますから、今この世で生きている自分だけがそういうふうにやって、それが全部消滅されるかっていうと、なかなか難しい部分もありますので、このね、自分が今生かされていて、その間どう生きるか、それがやっぱ先々に影響するっていうことはしっかり覚えておいた方がいいです。まあそれは現に自分が死んでからじゃないにしても、そういう家庭を見て育ったお子さんっていうのは、それで悩んで相談に来る人もいます。やっぱり自分の親のそういうのを見て、自分は結婚に期待を持てない、まあ夢も希望も持てない、だどうせ自分の両親みたいになって苦しむぐらいなら結婚というものをしない方がいいだろうっていうふうに、その一番近くで見る見本はそれになってしまいますから、もう鼻から結婚したくないっていうふうに、もう自分も同じようなことをしてしまうかもしれないって言って、せっかくこれからね、未来前途ある若者が希望を持てなくなって生きるっていうのはすごいかわいそうだなと思いますし、不倫してる人だって自分の我が子には普通に幸せになってほしいと思うはずなんですよ。だけど自分がそういうことをしたがゆえに、自分の子供がそういう期待を持てなくなってしまう、またそういう心で生きてしまうっていうのはすごいかわいそうなことですし、やっぱ取り返しのつかないことになってしまいますので、まあ、ぜひやめていただきたいと思います。不倫しやすい政治、まあまあ元々の性質でね、そうなり得るかもしれないっていうのはあるけど、まあ絶対不倫しやすいっていうのはちょっとなかなか言い難いですよね。言い難いです。やっぱ言っちゃうとさ、だってさ、あ、もうその人とは関わるのやめようとか、結婚相手で選ぶのやめようってなるでしょ。あ、なるほどね、うん、やっぱどんな成人の人でも互いに向き合って努力しなければそうなるわけですから、
ちょっとここではやめておきましょう。はい、ということで、いかがだったでしょうか。人の家の家庭のことをとやかく言うことはないですけれども、やはりね、不倫というのは因果応報を必ずね、どこかで報いを受けるということになってしまいます。自分のね、心の在り方、持ちようによって、人生変わってきてしまいますので、ぜひ危ないなという方はもう一度心を改めて言ってほしいなと思います。ためになる話や私のプライベートを公開しています。高評価、チャンネルの登録をぜひよろしくお願いします。